父ちゃんは天然パーマをご覧の皆様こんにちは、池さんです。しっかりステイホーム守ってる皆さん、もうそろそろお出かけ、そして旅行に行きたくてうずうずしてるでしょう。さて今回はですね、この先、これまで通りに自由に行動することができる日が戻ってきた時に、車を使って完全プライベート空間に泊まれる車中泊の旅が大ブレイクすると予想しています。そこで今回から小さなお子さんがいるご家族ご家庭にスポットを当てて、ミニバンでも簡単に始められる車中泊の旅の魅力をご紹介していきたいと思います。第1回目のテーマは、子連れで車中泊を始める6つのメリットということで、まだ車中泊をやったことないっていう方は、この動画で紹介するもう6つのメリットを見て、もしそのうちね2つ以上共感できるところがあったぞという方には、もうすぐにね車中泊を始めてもらいたいです。まずはそのきっかけになるメリットをねご紹介していこうと思います。今回紹介する6つのメリットはこちら、バガバン。これからそれぞれこの6つのメリットっていうのを紹介していきたいと思います。ではまず最初に僕のプロフィールを紹介していこうと思います。名前は池さん、45歳、虎年でございます。2児の父親をやっております。仕事はですね、映像とウェブの制作会社をやっています。社長さんです。で趣味サーフィン、スキー、スノーボードやってるんですけども、まあこれらを軸に車中泊の旅をやっています。車中泊歴は今年でもう21年目でですね、一番車中泊をしていた20代の頃っていうのは、年間でね30日から長期休暇とかも入れれば50日ぐらいは車中泊していました。で現在は小学校4年生の娘と、それから小学校1年生の息子を連れて4人家族で車中泊の旅を続けていまして、2016年から19年にかけてほぼ日本一周の旅を制覇しました。今回はその経験をもとにね、車中泊の旅の魅力っていうのを紹介していきたいと思います。さあでは早速進めていきましょう。車中泊のメリットその1、もう何と言ってもねこれにつきます。自由度の高い旅ができる。まずねここにも書いてあるように、移動の自由ですね。これはいわゆる公共の交通機関、電車とか飛行機を使わないということは、つまり、駅や空港っていうところに行くという必要がありません。それから駅や空港に到着するわけではないので、そこを拠点にこう観光とかね移動先とかっていうのを計画する必要があるんですけども、車中泊っていうのは家を出たところからがもう旅のスタートなので、まずね、移動に制限が全くないというところが一つのメリットですね。それから時間の自由、これも非常に大きくて、やはりその飛行機や電車を使うということは、出発時刻、それから離陸時間っていうのに合わせた行動をしなくちゃいけない。で到着した時間を見計らって、そこからまたどういう行動をするかっていうプランを立てなくちゃいけないんですけども、基本的にそういう時間の制約が全くないのが、車中泊の大きな魅力の一つだと思います。それから宿泊先とかが用意していると、チェックインの時間とか、それからご飯の時間とかに合わせて、ホテルに入らなきゃいけない、戻らなきゃいけないみたいな、そういう時間的な拘束っていうのも全くない。これも一つ大きなメリットだと思います。でね、車中泊の旅最大の魅力は、僕はねもうこれに尽きると思ってるんですけども、旅行している最中にいくらでもプラン変更ができちゃうということです。その日の気分とか天候、それから現地情報とかね、リアルタイムで行き先や観光地も、それから飲食店も、もう何もかも自由にできる旅のスタイルが車中泊の旅です。つまりね、行き当たりばったりの旅ができちゃうっていうのがまた一つ大きな魅力なんですね。特に我が家の場合は、サーフィンがね実は旅の軸にあったりするので、その日の海のコンディション、波のコンディションに合わせて行き先を自由に変更できてしまうっていうのも、やっぱりね僕らの家族、
僕ら家族のライフスタイルには、ね、非常にマッチした旅の仕方、車中泊だと思ってます。一つねエピソードをご紹介するとすればで、去年島根県の出雲大社の近くで車中泊をして、次の日は九州の長崎まで移動するっていうプランを立ててました。でね、本当だったらね、もうまっすぐ九州に行ってしまおうっていう予定だったんだけども、妻が途中の山口県にある秋吉堂っていう鍾乳洞があるっていうのを見つけて、急遽ね子供たちにやっぱこの鍾乳洞を体験させてあげたい、見せてあげたいってことになって、急遽プランを変更してその山口県の秋吉堂っていうところに寄りました。これが結構その時の旅の中でも忘れられないぐらいすごくいい観光地になったんですね。鍾乳洞そもそも連れて行ったことがなかったので、子供たちがねすごく興奮して喜んでくれた、そういうエピソードがあります。でその分福岡で昼食を取ろうっていった計画をなしにして、一気にこう長崎までドライブするっていうプランに変えたことで、そもそもまあ1日の計画っていうのは予定通りできたんですけども、その間の過程っていうのを毎日その日その日で自由に組み替えることができる、この自由度の高さっていうのが僕はね車中泊旅の一番のメリットだと思ってます。とにかく制限がない、自由度の高い旅ができる、ここにつきます。次、車中泊旅のメリット、その2、最高のロケーションに泊まれる。これもね車中泊ならではのメリットなんですけども、まあね、バンライフの生みの親とも言われているフォスター・ハンティントンっていう人が、出したね本のタイトルがねそれなんだけども、 How is where you park it?っていう言葉があります、まあ、泊めたところが家になる、宿になるというもので、まあ、まさに車中泊の旅の魅力を凝縮した、言葉だなと思いますが、海だったりさ川だったり、それから山の中だったり丘の上だったり、そして道の駅だったり、とにかくね、まあ、自由なところを宿泊先にできるっていうことなんですけども、まあ、我が家の車中泊旅では主にまあビーチに泊まることが圧倒的に多いです。それはまあ何と言っても目覚めた時のロケーションが一番魅力的だからですね。朝日の眩しさで目が覚めるなんて、高級プライベートビーチと同じようなロケーションに無料で泊まれるっていうね、これもね大きな魅力だと思います。まあ僕たちはねとにかく目が覚めたらもうすぐに海に入れるっていうロケーション環境で泊まるっていうのが一番好きですね。なので主にそういうところを選択します。ただし注意しなくちゃいけないのは、必ずしもどこでも泊まれるというわけではありませんので、あらかじめある程度車中泊をするスポットは決めておいて、そこが車中泊できるかどうかっていうのを事前に確認を取るということは重要なことなので忘れないでおいてください。車中泊旅のメリット、その3、前夜に出発して渋滞回避。これね、大型連休にもなると、まあ、もう渋滞にはまるっていうのは必須なんですよ。必ず大渋滞が発生しますね。これはもう連休を利用するのであれば回避不可な問題ではありますが、車中泊ができる車であれば前日の夕方とか深夜に出発して、まあ、大渋滞ね、一番でかい渋滞の場所を回避して距離を稼いでおくプランの組み方なんていうのができます。まあ夜中中ドライブするので眠くなってきたなと思ったらすぐサービスエリアに泊まって、仮眠をするわけですけども、そうすればね翌朝は、もう大きな渋滞を回避したところからのスタートになるので、もう快適なドライブから出発みたいなスタートっていうことができるようになる。そうすることで、まあ、1日をねすごく無駄なく過ごすことが、楽しむことができると。さらに車中泊できる車であれば、その仮眠っていうのもかなりね快適に眠れるので、ぐっすり眠れてリフレッシュもできるというメリットがあります。さあ続きまして、これもすごく大きいです。車中泊旅のメリット、その4、最高のコスパ。これねちょっと例にとってあげましょうか。ここに参考費用っていうのをね出してみたんですけども、これ我が家がね9日間で、九州一周の車中泊旅をした時の総コスト出してます。これがね約ね31万円でした。この31万円の中には、高速代、ガソリン代、フェリー代、食事代、コンビニ、日帰り温泉、お土産、それからね
アウトドアツアーの参加費とか、まあ、最後の日に民宿泊まったりしたのでね、その日の宿泊費とか、もうとにかくフルフルで全部込みの値段がこの状態です。これに対して、まあ、同じねゴールデンウィークに羽田福岡間の飛行機のチケットを往復で取ったとした場合、1人ね約8万円かかるんですね。これ4人だと32万円かかります。もうこの時点で、僕たちの車中泊旅の総コストと同じぐらいのコストがもう飛行機代だけでかかってしまうと。これにまあプラス、まあ、安く見積もったとしてね、1泊5万円ぐらいの宿代がかかったとした場合、プラス40万円でも合計で72万円ぐらい、まあ、総コストがかかってしまうところ、半分以下の31万円ぐらいでね全部収まってしまう。やっぱりね、コストパフォーマンスっていうのはもう最強であることがわかると思います。ちなみに我が家の車中泊旅のポリシーとして、その訪れた土地で必ずランチを取ったりとか、それから夜ご飯を食べたりとかすることで、訪れたその土地に少しでもお金を落としていく、経済活動を少しでもするっていうことをすごく重要視した旅のプランの立て方をしているので、宿代だとかざっくりと浮くのであれば、その分を食事代とかお土産代とかに当てて、その訪れた先に少しでもお金を落とすっていうことにこだわって使おうというふうに思ってやってます。さあ続きまして、車中泊旅のメリットその5、移動時間を多く取れる。これね、旅の目的によって変わるんですけども、我が家の場合は車中泊で日本を一周することが大きな旅の目的でもあったので、限られた日程の中で、まあ、どれだけのエリアを回れるかっていうのが大きなポイントになったんですね。その時、車が宿になる車中泊では寝る直前まで移動に当てることができるんですね。なので一気に、まあ、距離を稼ぐことができます。短期間でたくさんの地域をね訪れるような旅をしてみたい方には、やはりこうやって、ギリギリまでね移動する時間に当てられるっていうのは、車中泊の旅の大きなメリットの一つだと思います。車中泊旅のメリット最後になります、その6、国土の大きさを知ることができる。これはね、まあね、飛行機で飛べばわずか1時間半で到着する北海道も、陸路だとねどんなに短くても1日半ぐらいかかります。それからね、鹿児島県の最南端佐多岬ってところに行った時は、3日かかりました、陸路で。これだけの時間をかけてドライブして到着した目的地はもうね、まるでね海外に来たぐらいのね感じを受けることもあるんです。子供たちにはサービスエリアとか、それから観光地にね立ち寄るたびに日本地図を開いて現在地を教えることで、日本国土の広さっていうのを体感で覚えさせることができました。それから日本の最北端と最南端にね、父ちゃんのドライブだけで連れて行けたっていうのもね、これもまあ僕にしかできない、まあ一つの教育だとも思ってます。それからね、ドライブ中に様変わりする景色や、それから気候の変化なんかもね感じながら移動できるので、まあ子どもたちにとってもねすごく良い経験と思い出を作れるものだと思ってます。ただね、ドライブ時間が長いと飽きてしまったりね、それから寝ちゃったりとかするので、適度な休憩と観光っていうのを必ずね入れてあげて、みんなを楽しませるっていうプランの組み方っていうのも、とても大切だと思います。さあ以上が我が家が実体験で感じてきた車中泊の6つのメリットご紹介でした。じゃあね、メリットばっかりかっていうとそんなわけはないです。やっぱりねデメリットもありますので、まあ、いくつかねこの車中泊の旅のデメリットっていうのもご紹介していこうかと思います。まず1つ目、そりゃ不便ですよ。あえてねデメリットがあるとすればこれらになると思います。例えば、道の駅やビーチなど屋外で寝るので安全面を気にされる方もいらっしゃると思います。でもね、キャンプ場を考えてみてください。キャンプ場ってキャンプ場の中だから安全に感じるかもしれないんですけども、ナイロン製のテントの中で寝てるんですよ。こんなもんカッターがあればサクッて切れちゃうようなね
テントの中でキャンプしているのだから、まあ、鉄の塊である車の中でね、車中泊っていうのは、まあ、どっちかって言ったら、まだまだ安全な宿泊スタイルだと僕は思うんですよね。鍵もかけられますし、まあ、だからね、夏の暑さ対策、冬の寒さ対策っていうのは個別に必要なんですけども、まあまあ、場所にもよるかと思いますけど、そんなに僕はね、不安に感じたことはないかなと思います。そしてね、車の中なので、もう狭苦しいと言われれば、もう狭苦しいです。それはもう当然なので、そこが一番ネックになる人にはそもそも向いてないかもしれません。というかね、24時間できるトイレや洗面がないと車中泊できません。ですが、昔に比べるとね、今ね、もうトイレが使える道の駅なんかもね、もうものすごい数で増えてたりとか、それからまあ公共の駐車場とかでもね、トイレが使えるところっていうのはたくさん増えているので、もう昔に比べるとね、車中泊できるポイントっていうのはすごく増えてきていると思います。で、さっきも話したんですけど、基本的にはアイドリングストップっていうのがルールになるので、まあ、夏は暑いし、冬はもちろん寒いので、いろいろと対策が必要です。そもそもミニバンでの車中泊旅をおすすめしているので、不便なところを開けたらもうキリがありません。そしてね、まあ、そもそも快適な旅をしたいのだったら、交通機関とか宿を利用した旅をした方が絶対にいいに決まってるんです。不便だからこそ一生懸命調べたり、快適になるように工夫したり、それから無駄のないように努力したりすることで、その旅の楽しみ方のバリエーションも広がってくるわけですよ。そんな不便さも旅が終わった時の達成感みたいなのをね、感じることで何事にも変えがたい貴重な時間となりますので、まずはね、ぜひ一回試してみてもらいたいなと思います。そんな車中泊旅を超絶おすすめする一番の理由はやっぱりこれですよ。やっぱね、究極の自由旅なんです。車中泊旅ってお金を出せばできる旅ではないんです。自分で計画して、自分で運転して、移動して、自分全て、自分の考えで行動して、無事故無違反安全運転でね、そして怪我も病気もなく家族全員で成功させることが旅の醍醐味なんですね。そしてコロナの後としては、家族だけのプライベートな宿として車を活用できるので、まあ、安心して旅ができるんじゃないかなと。で、また子どもたちにとっても大きな刺激となり、そして思い出深い旅にもなります。帰ってくるとね、分かりやすい変化をね、見せてくれます、子どもたちって。我が家の長女はね、小学校3年生の時に、一人で北海道の農家のをやってるね、友人のところに一人旅でホームステイしに行っちゃったんですね。あれが自分からね、あのホームステイをやりたいって言い出したのも、やっぱりこうやって車中泊旅をね、続けてきた結果、彼女の中でね、すごく大きな自信になったから、それも実現できたんじゃないかなっていうふうに思ってます。さあ最後ね、資料の方に載せてる写真、これは北海道一周の旅の最後に立ち寄ったビーチで偶然再会した友人でサーファーでバンライファーの家族とのね、記念写真です。それぞれ全く違う車中泊旅をしていく中で、最後に偶然同じビーチで再会するっていうね、こんなことがバンライファー仲間の中で起きるのも、この車中泊旅の一つ大きなメリットだと思います。アフターコロナはぜひ車中泊旅に挑戦してみるのはいかがでしょうか。絶対に楽しくてハマります。はい、というわけで今回は車中泊の旅を始める6つのメリットを紹介しました。いかがでしたでしょうか。次回の動画では車中泊に最適な車の選び方なんていうテーマでお話ししてみたいと思います。それではまた、バイ。 Dude, that father is 10 and permed.